トンネルを抜けたらお祭りだよ。トンネルの中は暗く、ひんやりと冷たく、天井のところどころに生えている光ゴケの他には何の明かりもありません。まだつかないのかなと紬が思った頃、トンネルの向こうから笛と太鼓の音が聞こえてきました。長いトンネルを抜けると、そこはどこか遠い国のような、日本のような、行ったことがあるようなないような場所。龍神様のお祭りが始まるところでした。龍神様をお迎えする曲はコード M の美空の黒龍。心臓を震わせる太鼓の響き、目まぐるしく凍る笛の音は、まるでどこまでも海を渡っていく勇壮な鳥のようでした。まだぼーっとしている紬に羊は言いました。もうそろそろ次のお祭りが始まるよ。羊に言われるまま背中に乗ると、すぐに次のトンネルがやってきました。今度はどこに行くの？秘密。でもね、君が生まれる前から知っている場所だよ。どういう意味でしょう？紬が羊の言った言葉について考えていると、トンネルの向こうからふわりと懐かしいような音の娘がやってきて、二人を包み込みました。魂のお祭りだよ。
トンネルを抜けて、つむぎは息を呑みました。見渡す限りの空間に、色とりどりの光の束が浮かんでいます。ピンポン玉ほどの大きさをしたそれらは、柔らかな光を放ち、無数のクラゲのように宙を舞っていました。ふと小さなせせらぎが聞こえ、この甘いのが水の匂いがします。どこかに小川が流れているようです。つむぎのすぐ横でさらさらと何かが鳴っています。笹の花だ。つむぎが笹の葉に触れると、羊はそれで船を作って小川に流すように言いました。願い事と一緒にね。ここでしたお願い事は絶対に叶うんだ。つむぎは少し迷ってから、伝染病が早くなくなって平和な世界がやってきますようにと唱えて、そっと小舟を足元の静かな流れに浮かべました。それじゃあ次のお祭りへ行くよ。トンネルの入り口へ向かう二人をたくさんの光がお見送りしています。次のトンネルはひどく長く、つむぎはうつらうつらしてしまいました。天井から滴る冷たい水が時折背中や同じ位置でハッと目を覚ますのですが、すぐにまた眠り込んでしまいます。起きて起きて、もうすぐだよ。次はずっと先のいつかのお祭りだよ。トンネルの出口からは、今までつむぎが聞いたこともないような不思議な音色が聞こえてきます。つむぎを待っていたのは、色とりどりの光る仮面をつけた人たちでした。あるものは蛍光ピンクに、あるものは青白くピカピカして、目のところだけポカンと二つ割れた小さな穴から、こちら
二人はゴンドラへ乗り込みました。バタンと扉が閉まり、素敵な音楽が鳴り始めました。Thank you.
つむぎがパチンと目を覚ますと、明るい朝がやってきていました。風がカーテンを揺らし、